この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫はそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？ええ、この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。
2B。 何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナイン S で十分伝わる。まあそうなんですけど。でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。 9S、 あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味。真面目だな、2B は。警告、直上に機械生命体反応多数。森の王万歳。森の王万歳。なんだよ、森の王って。気を抜かないで、ナイです。そんなこと言ったって、僕はスキャナーモデルだから。戦闘はあんまり。なんかあいつ逃げてばかりですね。なんだこれ。あなた方は。怪しいから壊そう、 2B。 ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。敵アンドロイド戦闘状態。機動我らが森の王のために。
来ましたね、トゥビー。油断しないでください。それはこっちのセリフ、気をつけて、ナイネス。はい。ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。
なんだろう、この小屋。その子たちは譲れるだろう。ここから出て行け、出て行け。え、待って、なになになに。待って、なになになに。
あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。Thank you.
さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。キャッチ。
キャッチ。王様が住んでそうなお城ですね。敵の攻撃に気をつけましょう、2B。 分かった、ナイエーズ。え、今なんて言いました？分かった、ナインエス。え、違いますよね、もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう
解析。機械生命体の部品。これは必要ない。解析。これは
それは。資材の入手。
れが王様。トゥビー、あれアンドロイドだよ。しかもあれはヨルハタイプじゃないか。ヨルハ特殊指定機体を確認、破壊を推奨。破壊？どうして？ 9S、行くよ。 2B！ バンカーより 2B、9S へ。指名手配中である A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。お前たちの前にいるのは敵だ。あれは？奴は合奏兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。うかうかしていると殺されるぞ。裏切ったんですか？裏切ったの司令部だろ。トゥービー、追いかけましょう。逃げたか。バンカー、こちら 9S、司令官につないでください。バンカー了解。司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか。しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう？通信はダメだ。直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。
話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。なるほど。この A2 というアンドロイドですが、私たちの過去記録にもあります。危険なアンドロイドとして認識していますが、この村に直接来ることはありませんね。すみません、私の知っている情報はこのくらいです。そう、ありがとう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。場所か、遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。
2B か。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。Oh,